Poor header from Lozano. Driven in! Oh, it's the opening goal for Brazil from Neto. What a fantastic goal! And despite their dominance... 今日は今シーズン新加入した川口選手にインタビューしたいと思います。では、行ってみましょう。サッカーを始めたきっかけは地元が一緒の友達が違う高校でサッカー部に入っててたまたま自分の学校で試合があった時にサッカー部に入ればって言われたことがきっかけです。じゃあ趣味とかサッカー以外で何してますか？趣味は絵を描くことです。休日とかによく描いてます。どんな絵を描いてますか？いろいろ描いてます。みんなの絵だったりなんか唐突に思い浮かんだ絵だったりもうイメージでイメージとかが多いです。今年入ってきたけど風音にとって熊本ルネサンスとはどんな感じですか？高校生の頃から何度か試合見に行ったことがあってその頃からやっぱりなんかもう雲の上の存在というかも自分では到底かなわないチームなんだよなみたいな気持ちがあったので今在籍していることが本当誇りに思っております。じゃあ雲の上って言ったけどその実際入ってみての雰囲気とか自分がまだ技術で劣る点があるんですけど周りがうまく支えてくださっていろいろ話してくださってそれがもう楽しいです。じゃあ今年サッカーで挑戦したいことっていうのありますか？はい、自分がゴールキーパーなんですけど前にいるフィールドプレイヤーがなんか楽しくできるようなコーチングをしたいです。具体的にどんな声をかけてあげたいとかありますか？今はもうとりあえず守備の声はもちろんのことできるならばビルドアップの時にもっと声が出したらいいなって思ってます。じゃあ最後に今シーズンの意気込みどうぞ。無失点をしたいです。背番号21番川口選手の紹介でした。次もまたお楽しみに。バイバーイです。